つもこんな遠いところで遊んでるの？そうだよ。ここは私の秘密基地なの。今日は天子様だけに教えてあげるね。気に入った？ええ、気持ちいいわ。確かにいい秘密基地ね。そう、気に入ってもらえたならよかった。あなたが考えていることは分かっていますよ。ええ、じゃありません。あの人間のことを考えているんでしょ。私はあなたたちの邪魔をしたいわけじゃないの。でもどうしてもできないこともあるんです。あなたたちの間にはあまりにも多くの障害がある。そのどれをとってもあなたたちに無限の苦しみを与えるものに違いありません。うん。わかりやすく言えば、犬や猫をどんなに可愛がって親しくしてもずっと一緒にいられるわけじゃないでしょ。私にしたって一生あなたのそばにはいられません。人間と過ごせる時間はもっと短いのですよ。わかった。はあ、私の話など全く聞いていないのでしょう。ちゃんと聞いてるよ。あなた、さっきからずっとキョロキョロして何を探しているの？なんでもないよ。スズメが飛んでるみたい。まったく、子供みたいなんだから。天子様はおとなしすぎるよ。だから長い間この山に住んでるのに、こんなに素敵な場所を私に取られちゃうんだよ。そうね。天子様はずっと神社の中にいるけど、行きたいところはないの？あなたのような若い頃、私もいろんなところへ行ったわよ。本当に？でもそんな話一度も聞いたことないよ。ええ、あまりにも時間が経ちすぎてもう忘れてしまいました。大丈夫だよ。一緒にその場所に行って思い出を探そう。やはりあなたはまだ子供ね。多くのものは時間とともに消えていく。同じ場所に行ったって記憶は戻らないわ。うん。マリは嬉しい時や悲しい時、感情が全て顔に出るのね。本当に可愛い。天子様、何言ってるの？マリ、いつかあなたが大人になる時、忘れてしまう思い出もあるでしょう。でもそれは悲しいことではないのよ。忘れたことがあるということは、新しい素敵な思い出があるということ。でも良くない思い出って忘れた方がいいの？もし天子様が私を嫌いになったら、私のことを忘れられる？そうね、私はあなたを完全に忘れるでしょう。そしてその時、あなたも私のことを忘れているはず。そんな
ことしたくない。私は天子様を忘れたくない。こういう話はもっと大人になってからしましょう。忘れたくないもん。あら、何かしら。え、な、何もないよ。きっとまたスズメだよ。ああ、そうですか。わざとでしょう。何がわざとなの？私が天子様の話を理解できないと思ってわざとスズメの話をしてる。そんなことないわよ。でも確かに今のあなたでは私の言うことは理解できないでしょう。話すべきではありませんでした。天子様。ああ、そうだ、最近は小鳥を捕まえて遊んでるの？私だって子供じゃないんだから。私から見ればずっと子供ですよ。
行きましょう。もう彼の邪魔をしないで。彼にはもう私が見えないのです。あなたも無駄なことはやめなさい。黙って私と来なさい。あなた、やめて。Thank you.
わないで。関さん。